ワンコロゲー、ニャンコロゲー、指はっしょい。指はっしょいやっはらー皆さん、こんにちは。ミオビンでーす。今日も気持ち気持ち大事でいきまーす。はい。本日はこちら、フィーヨさんの JH3 のイヤホンをレビューしていきたいと思います。なんかかわいいね。この色。色デザインか。かわいい。気持ちいい。お願いします。 気持ち。はい。気持ち。大事。気持ち。大事。大事。なの気持ち、気持ち、気持ち。大事。気持,ち気持ちいいのが大事なの。猫邪魔してる。猫。猫どいて。気持ちいいのがいいんですか。なん <laughs> か言うね。<laughs> 猫ちゃん。今日は甘えん坊ですね、皆さん。大変なんですよ。 いろいろと。ね<え>というわけでまた出たばかりのそそう、うなんだこの間 JD3 と同じ日に発売でございます。え,ー、えーっと JH3 もやっていこうと思います。ありがとうございます。フィーヨさんの新しい J シリーズ JH3、えー、こちらはですね。はいえー2 バランスドアーマチュアドライバーに、ーーワンダイナミックドライバーなんですが、はい。なんですが、なんですが、そのね、ダイナミックドライバーがね、うん、でっかいんですよ。どうでかい。でかくて、硬、うん、か,か、硬いかわかんないけど、うん、<laughs> えーっとね、13.6ミリもあるんです。あら。1.36センチある。あら。今まで10ミリとか。 うん、13.6万。<え>というわけで、えー、この新製品、はい、やっていきましょうというわけで、はいえー、いろいろ試した結果この付属のケーブルもまた質が良くてねうん、うん、バランスでは僕聞いてますけどそれは後で言いますけどびには純正がいいだろうとびの耳をびのあんなことやそんなことや耳も知り尽くした僕が。 純正がいいと判断たたしましま純正、純粋みやびんでーす。はい、<laughs> で、えー、とヒディスちゃんで <laughs> DH80S でやっていきますが SS! えーっとね音はねえー、っとねえー、っとねえー、っとね <laughs> 一応タイダル君でね<お>いいですかね。はい、あでも違うわシングルエンドだから。 えーとアップルミュージックでいきます。アップルミュージックどちらもシングルエンドだとあんまり音変わんないので、はい、チェック済みです。はいというわけで、アップルミュージック、アップル AAC で、いつも通り、お、え、り、ー、桃色 Z のクローバーの、<laughs> あ、違うわ。えー、全部違う。桃クロージャンド。<laughs> ブラックピンクだった。えっ、ー、と、ブラックピンクさんで、ラブシックグー。 音いい感じおおー,おーなんかいいいいなナチュラルダイナミックって感じ <laughs> はい、えー、ちなみにイヤーピースは、えー、とセドナイヤーフィットのハードタイプがついておりますハードにいくぜ えー、左大さんでスタンバイミスタンバイユおーほうほうおお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 いいねはいえワニマさんで共に おお、バンドもいいね。なんか楽器の音がすごい嫌いに聞こえるよ。はい。えー、清水戸さんはオクトさんでカーテンコール。カー。心地がいい。なんかナチュラルなんだけど、音が。 すごくこうちゃんと迫力あるから飽きずに聴けるはいはい綾瀬さんで夜なでるメロン」おあいいねーはい ねえ、コールドプレイ a BTS でマイユニバース <laughs> <coughs> うーん。このぐらいの、私やっぱ音が欲しいです。ドーンと。はい。はい。はい、感想どうぞ。すごい、み、あれ、これ好き。あのね、なんか、すごく、 ナチュラルでバランスいいんだけどなんか音がなんかダイナミックな感じがしてなんかバンドとかも音楽器の音き麗に聞こえるからすごいね飽きずに聴ける音って感じでしたでしたはいえー、というわけでこのフィーヨーのね新しく始まった J シリーズ、うんえー、JH3 もねまあうちは FH3FH5FH7 とやってますけど、うん、F シリーズ、うん ハイブリッドの、うんえね、こちらもハイブリッドで 13.6mm ダイナミックドライバーバランスアマチュア2機 2>、うん、合計3発<う>両側6発入ってるんですが、うん、まあとりあえずまず音質からいってきます。はい広域、はい、は伸びるクリアな広域で粒立ちも良くて、えー、2つのバランスアマチュアドライバーが。 なせる技かっていう感じです、うんはい、でミッド中域はこれも解像度は十分でボーカルもきちんと表現してくれていてただし音数が多い曲ではボーカルがオ、OK、ケに埋もれちゃうこともあります、はい、でロー低域は13.6ミリの大型ダイナミックドライバーのおかげでとても量感豊富でボアつかずキレも良い えー、低音鳴らしてくれますで。重低音まできちんと鳴らしてくれて沈み込みも十分あります。ただもたつく重低音ではないです。キレがちゃんとあります。で、音場音上は横に広くて空間もいい感じで、低音がしっかりとしていて中高域が伸びるので空間の広がりを感じやすい感じになっております。はい、<laughs> で まあ、バランスで聞くと、まあ、解像度が上がって音圧も上がってイ、はい、が持ち上がってくる感じなのでちょっとシャリつく曲もありますで分離感も上がって空間も広がるのでこれは好みでっていう感じですバランスとシングルエンドを聴き比べてみて好きな方でっていう感じでいいと思いますはいでこちらえっ、ー、と値段がですね、うん、8800円なんです FH3 とか FH5 より全然安いね、うん、JD3 価格破壊できてるからうん、うん、でまあ8800円でこの音は正直驚異的,驚,驚,奇的 <laughs> 驚異的だと思います <laughs>、うん、で FH3 とか FH5 がもういらないっていうかそっち高いの買うんだったら この JH3 で十分って主張して思う人もたくさん出てくると思います、うん、という下克上製品になっております、うん、これは本当にでも8000円でもなんか安いと思えた自分がいる、えー、そう8800円で自分の会社の高いやつを杭にかかってるっていうスーパー下克上モデルになっております、うん、すごいねで まあ元気があって迫力もあってバランスが良くて中高域が伸びるのが本当驚異的だなというなんか1万円以下結構トップ3に入ってくるんじゃないか今年イヤホンだと思いますで低音が出るので低音がどんどんバンバン出るイヤホンがね低音が出るのが嫌いっていうフラット好きな方とか中高域好きな方いるんで 低音がが主張してくるのが嫌だっていう人にはおすすめできません、はい、だからどんな人がいいかっていうとまあバランスがよく聞けて低音が出るっていうことでまあどんしゃりが好きな人とか迫力ある音が好きな人にはおすすめという感じですが聞いてみればちょっとあのただのどんしゃりとかじゃないのでバランス取れててかなりいい音出るので一回主張してみるといいと思います。はい でえー、っとねまあ結論から言うと8800円という低価格で巨大なダイナミックドライバーと2つのバランスダアマチュアのハイブリッドでこんないい音が聞けるんだったらコスパが良すぎるので、うんえー、これは一回絶対聞いてみた方がいいと、うん、で中華の、まあ、中華イヤホンの価格破壊と実力を正直感じました、うんうん、でまあ 音的には2万円から4万円台のイヤホンと戦えるレベルになってると思いました。うんうん、わかんなくなくいという感じのまあねこれよりもっと悪い音が良くない高いイヤホンもいっぱいあるので、うん、<laughs> だからまあちょっと恐,る恐ろしい JD3JH3 って出してきたなと。<laughs> いう感じでで次が楽しみなんで今度 JH5 とか出んのかなっていうわかんないですけどね JD3 もあるんで今までのパターンだと次 JD5JH5 で最後 JH7JD7 って来んのかなってでも安いので組んだろうなっていう感じです。はいで箱は JH3 は紙の普通のこういう箱になってます。 えー、JD3 はね、なんか、なんかプ,ラプラスチックの豪華から箱でしたけど、うん。なんでなんだろうね。うん、まあ、なので、まあ、ちょっとこれは箱出しから聞いてみてびっくりして、ちょっと、まだハイが荒れてたので、これもちゃんと70時間エイジングしておりますので。はい。でもう落ち着いてますんで。はい。えー、いい感じでございました。はい。というわけで、えー、恒例の恒例の。薄力企画。薄力企画。 みやびさんはこのフィーヨの JH38800 円、はい、買いますか買えませんか買いまーすこんな当たり前なことだよねほどというか、うん、ね買うよねこれでも,でも私本当はここにマイクとリモコンついてほしかったで、うんで正直ね 1>, 8, 1万円以下だからねうん ね、でもこのケーブルとても品質いいんで、うん、で柔らかくて取り回し楽なんうんあとこのこれでついてるの嬉しい、うん、このイヤホもまとめるやつねまとめるやつ音がとにかく良かった音いいだろう、ねうん、なんかいろんな音色を出してくれるから飽きずに聴けるのが高かったポイントが、うん、で発生0ですよすごいと思うだから欲しいと思った柔らかいけどすごいんです、うん、うんうん うん、柔らかいけどすごいなうん。うん。うん。というわけで、僕、はい、は買うか買わないかって買ってますんで、はいえー、もう買っちゃってますんで、ねはい。というわけで、あとはもう持って帰るか持って帰らないかは最後に言ってもらうとして、はいえー、とりあえずフィー o の j 3は3、い、これで JG3 と j 3と新発売のやつをこれで2つともやったということで。はい えー、フィーヨーシリーズはまたこれで一旦落ち着くと思います。はい。というわけで。で。私は。わ<は>。ガランシ。シュッシュッシューン。うっこらせ。はい。いや、お持ち帰りはもう私は確実にしますって思う。<laughs> まあちょっとね、今回8000円だけど、これはお持ち帰りして、あのー、なんだっけ。前にさ、CCA のさ、あの、かけるやつなんだっけ。 新製品の、KZ のさ、CCA のさ、ここか。<TA> あ、それ、DTX と、ちょっとね、つなげたらどうなるんだろうなっていうね、反応もね、見てみたいから、今日お持ち帰りしたいと思いますイェーイ <laughs> はい。それほどね、すごい気に入っちゃったので、ちょっとお家帰って、ま、試してみて、 それと合わなかったら普通にこのケーブルのまま使いたいなって思います。結構これあれかもしんない。また来たかもしんない有線のミヤビのランクがまた変わったかも。前からずっと TA1 ずっと言いますけど。根 <laughs> ぶ、根強い TA1 の <laughs> 立ち位置ですが。まあ、またなんか変更ってあるのかなとはわかんないので、今後もいろいろと 持ち帰りして試しててて試いいいきたいなって思います皆さん今日もありがとうございました、えー。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。